1分でわかる大砲の障害。大砲は、日本の元大相撲力士です。優勝32回や45連勝を記録し、高度経済成長期に活躍した昭和の大横綱です。樺太で生まれ、北海道で育ちます。父親はウクライナ人でした。初土俵、恵まれた体格を生かし、番付を駆け上がります。新入幕で初日から11連勝。後に時代を築くライバル柏戸に敗れます。優勝や横綱昇進で当時の最年少記録を更新。柏戸と同時に横綱になります。その人気は高く、巨人大砲卵焼きという言葉が流行ります。45連勝を達成。連勝ストップの一番が誤審で、囲碁ビデオ判定が用いられます。現役引退後は一大年寄りとして大砲部屋を設立。相撲博物館館長に就任。寝室頻迫により死去。大砲の活躍は今も多くの人の心に残っています。